ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。日本時間2023年12月26日午前2時、2時3時 EN のセレンタツキさんが、ラストカップオブコーヒーという歌のカバー動画を、自身のチャンネルに投稿したのですが、先のツイートから、約11時間後の午後0時55分、タツキさんより、運営によって、歌動画が非公開にされたこと、自由に再アップロードしてほしいことがツイートされました。現在、いろんな人によって歌動画が投稿されています。非公開の原因は何なんや？確かなことはわかりませんが、ミュージックビデオ内に2時3時を卒業して別のところで活動されている元ミスタさんと元ニナさんが映っているからではないかと言われているようです。もしも、権利関係の問題での非公開になったのなら、タツキさんが再アップロードしてくれなんて言うはずありませんから。でも最近でも二次フェスで、シーズ1期生メンバーが卒業した海谷社さんや、ゆずちゃんの絵を描いたり、ゲーマーズコラボでモルルさんと、せつなさんの色の光を、灯したりしてたじゃん。どうなんでしょうね。本格的にコンテンツに使うのがダメだったとか。まあ、何にせよ、こうして、また、運営とタレントで揉めて、視聴者からも批判されてるんだから、もっと穏便に済ませる方法があったんじゃないかと思います。いきなり有無を言わさず、非公開にするって強引すぎますね。まずは話し合いよな。エニカラ君は本当にダメだな。あと、この曲が別れの歌だったのが、ダメだったとかも言われてるようですね。その説が正しいなら、軍道先生のイラストを表示しながら仰げば尊し和菓子の運とか歌ったらアウトになるわけだ。グエル光人もやってもらいたいな。群像の絵を表示しながら仰げば尊し熱唱。なんか、もうセレンさんもやめそうな勢いですね。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。